お昼ご飯食べていこう。おお、なんとお寿司があります。いや、あったな、あったな、お寿司。そういえばもったいないから、こんなにいい寿司。いや、あ、いいお寿司なんだこれ。あ、それアリサのか。アリサ言うの。何アリサ言うの。なんて言うの。アリサさんって言う。確かに、さっきの前で。いや、すごいとこ。こういうまあ、こういうね、お寿司を買ってました。びっくりしたな、マジで。俺がやってるのってドッキリじゃないのかもしれない。なんでサメとか本当に。なんでだって、家建ててるだけじゃん、これ。なんか、いや、すごいじゃん、家建ててる。家建ててるだけだもん、ね、いや、すごい風に言うな、あとなんか合う。うま、誰でも引っかかるぜ、ちなみに。まあ、本当に、あの時の感覚に似てたな。シバナンがさ、うん、借金持ってます。あったね、ガチ引っかかったもんだよね、うん、なんか相談の物事の次元が大きすぎて、客観的に見たら嘘やんって思うことも、うんうん、親身に聞いちゃうっていう、うん、そうなった瞬間にもう絶対死んじゃうよね無理だよね、そっから出れなくなっちゃうね。まあね、すげえな。よく笑わないね。よく笑わなかったね。確かにね、結構ガチガチ演技してた。すごいね、それ俺絶対さ、うん、結婚するんよって言ったら、いや、うそやんって、うん、なるもん。結婚の時すれば俺、いや、無理なのよ俺もしちゃんと結婚する時も、うん、嘘っぽく聞こえると思うはいはい、うん、いや、マジマジマジ、はいはいはい、すごいないんだ。山をめっちゃ引っかかってんじゃんとか。いや、でもおかしいでしょとか。いや、おかしいでしょとは言ったよ、俺は君にずっと。自然体ではいたい、だから俺は。ああ、そういうことか。で、だから俺もちょっと、好きなのかなって。いや、引っかかってるじゃん引っかかってる。やってる時はよ、やってる時は。何か自分のドッキリに引っかかってるやばいやつだよそれ。いや、なんかそのそれはなんかちょっとやっぱあるよね。あるんだ。いや、でも気持ちとしてそのやってる時の演技としてよすごいなそれそっか、そういうもんか。やば、上手だなと思って。うん、顔を、俺の顔見るって、俺やっぱ恥ずかしくて顔見れなかったよ。うん、顔見るから、ちゃんとタイミング。ああ、こう、俺もねえみたいな、あったもん。それがちゃんと見るようにしようと思って。俺はそれ見れなかったもん。なんで、関係ない。恥ずかしくて。なんで、お前関係ないじゃんめちゃくちゃ目合って、なんか楽しそうにしてんじゃん本当にいいでしょ、普通に。だからなんかもう信じないことの方が悪だなって思った。まあ確かにね、そいつやばいもんね。うん、この相談を全力で乗れないやつなっていうのあって。いや、体調悪かったでしょ。いや、そんな引っかかんないでほしいけどね。そんな勢いで引っかかんないでほしいけどね、普通に。いきなりやばかったもんね体調悪かったんだ。体調悪くなりましたね、昨日普通に酒飲んだっていうのあるけど、2日連続で。うん、確かに人生で一番酒飲んだからな、昨日、一昨日か。でもなんか酔ったよね。酔った。昨日もちょっと酔ったもん俺。でしょ、なんか誰だ、あれなんなん、なんか聞いちゃうか。コンビでこういう話しながら飲むと酔うわと思って。だからもう、え、それに関してはさ、もうさ、本当に俺結婚するんかなって思わなかった。ちょっとだから俺ね、女優さんはさ、普通に、うん、あれ、カメラ帰った後に、うん、で俺がカメラの上でありがとうございましたっつったら、うん、ありがとうございました、うん、ね、帰っていくわけで。うん、そうだね。俺ちょっと残って飲んだの酒。
結婚かみたいな。やばマジで。いや結婚かじゃないけどちょっと下げろ。ついに結婚かって言ったらそれはもうやばいやつ。めちゃめちゃ引っかかってるよ。ちょっとだからその残って一人で酒飲んだ。あの方に俺ら二人とも騙されてる。いや普通に終わったらね、ありがとうございましたって帰るじゃん普通に、うん、ねえ俺はさあ、ね、すいません、あのジントニックもいっぱいありますか。いやいや浸ってんじゃん。絶対やんないじゃんそんな。結婚の感じちょっとやったじゃん。自分の中でちょっとだからパンピーだわっていうあれね。俺らパンピーだよ、無理だよ、嘘つけないってやっぱ絶対出ちゃうもんな俺が引っ掛けてたら。結構確かにもうこう生々しいドッキリ、生々しいドッキリよ。初じゃないここまで。だって結構いろんな話だよ。どうやって使おうね。ん、キスのくだりとかどう使う。キスのくだり使っていい。使う使うでしょ。あれお前のリアルな反応じゃん。あれちゃんと結構フルで使ってよ。いやそうだ、あれはだってお前の結構リアルなさ反応だったわけでしょ。視聴者さんどう見んのよ。いや気持ち悪い、気持ち悪いってなんだね。あれはさすがに確かに。絶対カメラ回ってたら言わないわね。撮影前のキスやめろよって言ってたんですよ。ずっと。いやそれはやばいじゃん。いやあとその結婚報告してきた人に対して、いやほんと撮影前にキスするのだけやめてくれってなんかなんであんなこと言ったんだろう。いやじゃあ動画撮る時の空気感あんのかなって。いやでもキスがどうじゃみたいなさ、情けねえわ。でも別に悪い反応じゃなかったんじゃない俺。まあ別に、まあ普通に予想通りの反応じゃん。だよね、照れるんだろうなっていうのと、あ、予想してたんだ。まあ照れるんだろうなっていうのと、まあ普通にまあ結婚すんなとかないだろうなっていう、まあ僕らまあプライベート言ってなかったんで、まあ付き合ってる人がいるっていうのを飛び越えて、まあ結婚するっていうからめちゃくちゃびっくりすると思う。めちゃくちゃびっくりするよ。めっちゃ言ってたから。あ、じゃあもうまんまとやられてんだ。まあね、すごいな。ちょっと自分でも動画見るの楽しみですよ。あんま覚えてないのよ、もうすぐお酒飲んじゃって。ね、すごい気になるぞね。カシオレ4杯ぐらいよ、だって30分とかで行ってる人だったら。いや別にそんなすぐないけど、とんでもないよ。クマだよ。いやクマカシオレ飲まねえだろ。なんでクマ、クマ酒飲まねえだな。クマってこと。気持ち悪い。体格的に、体格的にクマでも倒れるぐらい。ちょっと俺笑っちゃったのが、なんかどこが好きだったのかつって大きいとか。あそう。ちょっと俺大丈夫かな。だよ、あれちょっと俺笑ったよ確か。ちょっとねそれはちょっと、いやでもなんかすごいそれ逆にリアルだったけどね。まあ確かにね、うん、そこでね、かっこいいとかね、イケメンとか言わないだったよね。やだなぁ、上手だったね。あんなおちゃらってんだ自分と思って。でもちょっとひいつよ、変すぎてお前は。え、どっちがガチでってこと。うん、それやばない。引いてたのかって言ってたの、もともと言ってたの、多分変なやつなんだよって。ありがとう、それありがとう。でもシミュレーションしたら大体こういうのくるだろうみたいなのが一個も来ないから、その質問として。変なそのさ、キスはやめてくれとかさ。そのなんかその予想だにしない確かに発言と、映像見たら分かるけど、もうずっともうこんなんか、こんなもう寝ようかなってこれ。いや、どういう人ってどこで育ったのっていう。え、なんであんなになっちゃったの。なんか頭抱えてなんか横に倒れるみたいな瞬間とかあったから、もうびっくりはしただろうなっていう。大丈夫かな俺。何が信用失ってないかな。こいつに相談すんのやめようってなんだろう。でもあれだよ、ちゃんとその俺はもう出していかないといけないね、この動画で。結構しっかりとグイーンって。うん、でもなんかなかなか触れてないようなさ、うん、話題だもんねこれ。そうね、でもさもう27だから今年で俺。確かに
まあそれこそ今年なんかあったらありえるよっていう年齢なわけじゃん。確かに。だからまあリアリティはすごいよね。リアリティすごいよ。セイキンさん結婚したら27なんだって。そうそうそう、だから普通にありえるっていう。全然ウンダホーとかはだってでも26でしょ。ウンダホーも、あ、25からしい、去年だから25だよね。でもうん全然妥当ですよ。 YouTuber って若いと思ってたわ。もっともう俺ら若くないぞ。確かに周りめっちゃ結婚してんだから。うん、トークライブでも言ったけどさ、小学生の子供いるんだよ。すごいね、同級生しか。嘘だろ。いやだからそういう話があったから俺マジで信じたわ。いやてか戻ってきて早く。いや俺ちょっと今日もうカンタハウス帰って大の字で寝るもん。いやそれは別にいつもやっていいよ。なんで今日に限った。今日だけは。なんで今日だけなんだ。いつもやってくれそれ。すごかったな。いや怖いわ。キリかどうかちょっと気になるもんな。今後なんかあったとか。確かに。でも面白いのが引っかかんのよ。うん、忘れてんだよね意外と。そういう目線で生きてないんだな。違うんだ、うまいんだ。んだほが結婚したからだ。んだほが結婚したからこのドッキリすぐスタートした。あ、そう。もう絶対そうじゃん。大丈夫、本当に結婚すると思うもん。うん、やられたわ。まあ、俺のドッキリの方が量は多いけどな。あ、なんかさ、ドッキリさ、俺ちょっと聞きたいんだけどさ、うん、あの家を勝手に建ててさ、うん、カメラ置いてあってさ、うん、ドッキリっていうのってあれドッキリ？あ、ドッキリよ。あ、そう。いや、ドッキリってあのやられた人がびっくりしてればドッキリだから。あ、そうか、そうか。なんか作ったところをもうカメラとか立ててあってさ、それでなんか見せてなんかなんか、いいでしょ、それは。自由でしょ。自由だけど。なになになに、それもドッキリだよね。え、ドッキリじゃないの、それって。なんか、これがドッキリじゃない？それもドッキリだよ。あ、そうか、そうか、うん、それはなんか独占してはいけない。確かに。で、え、見て、俺が見て育ったのってこういうドッキリなんだけど。俺が見て育ったのはああいうドッキリ。見たことないだろ。ないだろ、あんなドッキリ。いや、もうでも普通に家建ってるわけだから、事実として。まあそうだけど、うん、嫌だったでしょ。だって嫌だった。すごい、そういうことよ。え、そうなんだけどね。嫌がらせじゃね。嫌がらせじゃない。なんかそれ嫌がらせじゃない。嫌がらせじゃない。じゃんけん勝ってちゃんと打ち立てて。いやいや、そうだけど嫌がらせじゃないのに。それドッキリというよりは全然。いや、そっか、うん、なんか、うん、なんか、いや、なんかそれまだ言うか。俺が見てきたドッキリってこういうドッキリなんだよなっていう。俺が見てきたドッキリなんどういうドッキリ。どういう番組見てきたドッキリで。え、どういう番組。論文。論文のやつ全部こっちだろ。ロンハーでしょ。ロンハーさんもそう、こういうやつじゃない。そうかな。え、やってんの違ったんじゃない。え、やってんの違ったんじゃない。地域によって地域によってロンハーってドッキリ分けて受け取り方じゃん。あ、まあ確かにね、受け取り方だ。そう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 、そっかそっか。あ、全然。え、何、他になんか、え、文句があるってこと。いや、文句ないけど。ドッキリでねじ伏せるけどね。いや、でもなんかドッキリの数多いって言うけど、ドッキリかなそれっていうのだけちょっと聞きたかったって。あ、実際ドッキリ少ないんじゃないかっていう。実際ドッキリ誰よりも。うん。でもタイトルにドッキリって入ってるから。いや、それだ、それは自由できるわけじゃん。簡単にできちゃうわけじゃん、それは。なんかドッキリ、カンタのドッキリでドッキリ。じゃあ何なのあれ。うん、じゃああれ何。ちなみに俺チャーハンドッキリ、俺ドッキリじゃないじゃん。あれタイトル間違ってるからね。本気でチャーハン作るドッキリだから、うん、一個も合ってない。一個も合ってない。作ってないから。作ってないし、ドッキリじゃねえし、ね、写真撮影してるだけだよ。逮捕ドッキリは、うん、あれはすごいなと思った。あのテレビ流すやつは、あれでも B さんが引っかかってるから。でもあれはすごいなと思った。ああ、あれドッキリでしょ。あれはドッキリ、さすがにあれはドッキリ、うん。
チャーハンの映像をテレビで流したらドッキリってこと？いや、そこは難しいんだよ。テレビで流したらドッキリってわけじゃないからね。なんでそのテレビで流したドッキリだと思って。難しいんだよな、そこが。いや、違うって。で、そのくらいで他なんかあります？君の代表で。ちょっと待って、ドッキリだから鳥取崎に置いてくるとかじゃない？まあまあ、ドッキリか。ちょっとドッキリの定義調べますね。はい。ドッキリとはバラエティ番組の表現方法の一つ。番組進行を知らない、または虚偽の進行だけ知らされている出演者を騙したりいたずらを仕掛けたりして出演者の反応を楽しむという手法。うん、いいじゃん。もう確かに、じゃあドッキリか。ほれ。確かに。いや、まあ、見て育ったドッキリとは違うなって思っただけ。確かにね。全然でもいい、いいですよ。今年はでも僕はね、全力のドッキリをかまし続けていくんで。いや、俺はもうそれを避け続けていくんだ。うん、だ家もできたことだし。家もできましたね。ありがたいですよ。え、何？いや、俺はもう今年頑張ろうと思って、俺もドッキリ。いや、頑張ってください。僕はもういつも通り家建てる。なんで家建てる？家建てるのやめてやるって。あんたドッキリの後遺症残すのやめてやる。いや、だってドッキリのままあそこにあるのってやばくない？普通に。なんで？いや、だって俺がだってこのまま付き合ってんのと一緒だよ、アリサさんと。で、じゃんけん勝ったから俺。じゃあ俺じゃんけん勝ったら付き合っていい？それはアリサさん次第じゃない。アリサさんがどうぞ話して。それはじゃんけん勝ったあいつをじゃんけんしてきて勝った場合ちょっと告白していいですかって。うん、したらいいんだよね。俺はそういうことをしたの。めちゃくちゃすごいじゃん、やってることは。すごいなぁ。だんだんでもドッキリ解けてきたわ。でもなんかね、ちょっと非日常で楽しかったね。なんかさ、移動とかちょっと楽しくなった。なんか今考えると移動って異世界すぎなかった？あの昨日のなんかこう移動の時間とかってちょっとなんかその、うん、こいつ結婚済んだ感ある中でもさ。あー、わかるよ。その案件撮影だったね、その時。あったあった。なんかね、すごかった。なんかすごかったよね。まあでもね、予行演習だと思ったらいいですよ。まあ確かにね。まあ次がややこしくなるんだけど、次がもうドッキリかもと思うからね。